紀伊山地、果てなし山脈の千丈山を源に太平洋に注ぐ引き川。紀伊半島最後の清流と称えられるその川を目の前にした向平キャンプ村で、引き川特産の天然鮎のオイル漬け、鮎チョビを使ったパスタを作った番組キャンプアンバサダーコンビ。今回も引き川の自然を舞台にアクティビティキャンプを満喫、全力で遊ぶ大人の夏休みをお届けします。この日朝から渓流釣りをたっぷり楽しんだ2人、遊んで食べて、さああとは汗を流してということで、向平キャンプ村から300メートル、橋を渡って引き川の対岸にある海老根温泉にやってきました。はい、海老根温泉到着です。誰が喜ぶのか、おっさんの入浴何をおっしゃいますやら、イケメンの裸じゃないですか。まあ、こうご期待、こうご期待。どんだけ中年の体つきになさあ店長、振りを聞かせましたね。本当は引き締まったいい体してるんでしょ。この番組だから許されるこの企画。かけ流しのお肌すべすべトゥルットゥルンになると人気の名湯海老根温泉、皆さんもぜひ行ってみてくださいね。すごい、はじくこれはすごいな、ほんまに美人の湯やなこれ。あー気持ちいい。ではもうなんかカメラマンが何をそんなに爆笑してるんですか。温泉に浸かってそんなに面白いことってありましたっけ。なんか黒びかりしょ。なんでカメラマンまで脱いでんの。全裸監督やないかい。この先ちゃんとナレーションできるかな。いや失礼いたしました。この番組出演者コンビも自由奔放やけど、スタッフまでとは先が思いやられますね。さて、一風呂浴びてキャンプ村で熟睡した2人、2日目も釣りするんですって。店長おはようございます。おはようございます。飲みたいですね。ちょっと昨日釣りしすぎました。あれ相方起きてないですね。寝起きドッキリ最大作戦。こんにちは。こんにちは。あれ？おれへん。なんか置いてある。剣坊へ一身上の都合により帰る。帰る。ちょっとあいつ勝ち逃げちゃいます。これ勝ち逃げちゃいます。いやいやいや、プロデューサー懐深すぎません。全裸監督に出演者帰ろってマジで帰るとは。あいつロケの総体ってあるかな。不安的中やわ。置き去りにされた店長、とにかく一人でもキャンプスタイル始めるよ。キャンプロケ2日目、番組キャンプアンバサダー山本店長まさかの一人ロケ。前日一匹のアマゴも釣ることができなかったリベンジに燃えるその姿。この日も下流から上流に向かって気になるポイントにルアーを打ち込んでいきます。魚の豊富さは県下随一といわれる引き川。その川で何としてもアマゴに出会いたいという執念。黙々とキャストを繰り返す山本店長。へへへ、いつもの饒舌な姿はすっかり消えてますね。神経を研ぎ澄ませて待望の一匹を狙ってます。あ、釣れた、やった。あらあらあら、店長さん、アマゴですね。狙うのウグイとちゃいますね。アマゴ、ご存知、アマゴですね。まだ見ぬ渓流の女王アマゴを求めてカメラマンを置いて上流に向かってひたすら進んでいく山本店長。
当初は豊穣の森と清らかな川に包まれ、大好きな渓流釣りができるだけで満足と言っていたものの、やはり釣り人は何としても釣りたいという気持ちになるものですよね。でもそろそろタイムリミットいっぱい、同感ですよ。どうでしたか？その顔はひょっとして。皆さんお待ちかね。ねえ、さすが店長、期待を裏切らないですね。あ、やりました。おお、嘘やろ。おお、ちゃうって友達にそれ送ってもらったの？ついに。はい、リベンジしましたよ。絶対そうやって。あー、なんか腹立つ。でもおめでとうございます。いい、すごい執念ですね。あ、やりましたね。はい、やりました。え、どんな状況だったんですか、釣れた時は？それはね、はい、これ、あ、これ友達にもらった映像ですよね、確か。そのはずです。店長アフレコしてますね、これ。これだって顔映ってないから分かんないですもん。絶対これアフレコやで。僕認めたくないもん。映ってるかな。よいしょ。ちゃんと逃がすところまで上手にアフレコしはるわ。相当練習しはったやろうな。全然認めたくないけど、お見事、さすがです。大自然に飛び込み思いっきり深呼吸する、そんなキャンプを皆さんもしてみませんか？今度の休日もキャンプで良い一日を。 Have a nice day!